はいどうも。ということでですね、本編に入る前に、まあ、皆さんに言っておきたいことがあるんですけど、まあちっちゃいことなんですけど、今回部活仲間コラボ第5弾なんですけれども、まあ音とか BGM とか、まあ、字幕とか、まあ、画像の表示とかの演出とかがちょっとね難ありってところがあるので、まあそれだけ言っておきたかったんで、はい、それを分かった上で見てください。クソ動画だったらごめんなさい。それでは、待って待って、コリン、置くんこれ。置きません。置きません？ならこれのゲディ、うち見えへん。一回いいっすよ。うち見えへんから、これ。ああ、それじゃあ行きましょうか。はい、よーい。はい、どうも、こんにちは。タケノタケです。ラストスリフです。ゲスト参戦のネジ付きフックです。私もゲットです。補足です。はい、ということでですね、先輩がね、前々からやりたいって言ってたものを叶えてあげましょう。はい、動画鑑賞会、イエーイ。いや、私な、キャンディアイドル動画見てためっちゃやりたいと思ってて、ほんまに。なるほど、嬉しいです。そうですね。ということで、今回は、まあ、いろいろ見ていきましょう。イエーイ。何にかかるか知らんけど。まあ、まずはね、罰ゲーム、サンシャイン池崎さんのモノマネ、かっこアレンジってやってます。しかもこれ、生放送で2分間だけやったんですよ。もったいないっすよね、ほんとにね。もったいねーわ、ラボスね、2時間くらいやるもんじゃないかな。まあ、ということで、どんな感じの罰ゲームなのか見ていきましょうか。生放送2分で終わるの初めて見る。はい、ということで、今回は本題に入る前に一つお知らせあります。次の YouTube のアップデートが来るまでずっとライブ配信になります。商品紹介、ゲーム実況とか、まあそこら辺の頑張れ人系の動画も、もう商品紹介は生放送でわざわざやるっていう、まあ、放送でずっとやります。なんかどうでもいいよ、お知らせってね。じゃあ別に次のアップデートが来るまでやるということです。あれなんかライブ配信ずっとやるっていう状態で、うん、ロボットでかいよ。バグったんすよ、なんか無線的な。びっくりした今。カメラちょっとひどく今とは全然違うわ。あれ、これ設定できるっけ？すいませんね、本当に。はい、オッケー。ということで、ここでヒトロ。ああ。じゃあまさにここや今。そうですよ、今の島のとこありますね。ラビドシするまで終わりましょう。います。イエーイ。クーデンテクロ。何の罰ゲームか教えてもらって。超絶高の中学生チームは動画を愛し、動画に愛された男。分かった、これ商品紹介、後で言おう。ゲーム実況、ライブ配信、すべての笑いの見直しや。そう、我こそはサンシャイン、タケ、タコという食べ物は、主にタケノコご飯の材料にもなります。小学生の時よく俺は、タコと、おい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 、バグってるんですよ。バグってるんですよ。イエーイ。いや、バグってる。しかもこれ、朝っぱらからやってるんですよ、これ。いや、ほんま、絶対嫌だ、マジで。しかもここ近くやったら、マンの近くで朝からこんなん無理っすよ。やばいな。しかもライブ配信、どんだけん、ライブ配信やから切られない。終わった。終わっちゃった。多分これ分かりましたよ、これガンバライジングの、あれちょっと待って、でこのガンバライジングのダブりがあったら罰ゲームっていうことをするんで、ダブったんや。でダブって罰ゲームします。ようやったわ。カードとダブるもんですよね。まあ、だから罰ゲームする必要ないんじゃないかなって。もう定めやから、それが。ちょっとね、ちょっと名シーンになるとは思うんですけど、ちょっと見てもらいたいです。ちょっと全部見るってなったらさすがにきついで、これ1時間あるんで。おお、これ何の動画？タケヒロシ初めてのプリクラ。何の動画？プリクラ。プリクラって今までしたことなかったんですよね、俺って。まあ、分からんでもないけどさ、一人で撮んのこれ。勇気はないうち、さすがに。ちょっとあとこれ含めて2回見ましょう。あ、いいよ。それではご覧ください。タケヒロシ初めてのプリクラ。イエーイ。どうもこんにちは、タケの番組です。初めて見る方、初めまして、タケの番組のタケと申します。めっちゃいる。久しぶり。もう
あれですよ、初めて見る人は初めました。ジェイソン・スミスの文字が並ぶ人に本当に、まあそれはまた今度話しましょう。ちょっとプリクラはね、ちょっとこれなんか古い画面ですね、行ってないんですよ、ちょっとなんか動画でなんかフィッシャーズさんとか東海オンエアさんとかなんかちょっとやってたんで、今回は、プリクラやっていきたいと思うんだけど、確かにプリクラ編集見たとき400円だよ、はい、俺1回ぐらいしか行ってない、しか行ってないと思うんだよね、プリクラだって一幕があんま見始めたと思う、プリクラ編集自宅うわ、カウントされていくこいつ最後の1話、家行きましょう、知らないですもん。まあビビるよ、確かに。シェーフ。あ、選ぶ画面にした。選ぶ画面だ。はよ。わかんないですもん。知らん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 って。ちょっと待って。おそ松さんのあれですね、おそ笑いだどうせこいつのおそ笑いのおそ笑いのこう1枚かと思ったら試してみるそれしかませんとかそんなにだ3めっちゃ脱力してるいいよそれで、ね、どれ普通やなこれ3、2、1 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 3、2、
ばい。次の2枚はどっちで撮影する？上から全身撮影。あー、めっちゃ。ちょっと待って、白、ちょっと待って、白、ちょっと待って、知らない、聞いてない、おじさんが生え始めて撮るみたいになってるけど、そんなこと言われたって、そんなこと言われたって、知らない、わかるけどさ、初めて、どこ、ほんまにな、お願いします、だから異次元すぎるやろ、こいつ。これでいい、これやらせて。カメラちゃんとして、どんなん、どんなん、撮り直しないと、撮り直しないと、ちょっと待って、撮り直しないでいいやろ。右側のが確認ブース、は右側のが確認ブース、何それ、分かんなかったね。ジェットした。この後。ちょっと待って、聞いたことない。マジかよ、ちょっと俺、プリクラスの初めてなんか気がするんだよ。当てちゃいましたね。見せられませんでしたけど、ちょっとすみません。はい、ご視聴ありがとうございます。はい。ビンゴ。そうなんですよ。もう、しなかったんですよ。もう、しょうがないじゃないですか、だって。だって、しょうがないじゃないですか。ね、行ってきた外ミス、ちょっとあれ、ゲーセンにね、ゲーセンのもう上、5階にあって、まあ、ゲームセンターは、ね、5階にあって、そこでプリクラの動画を撮ったんですけど、まあ、さっき 見てもらったのは。で、そのプリクラの動画を撮る前に、こちらを買ってきましたね、動画。もう、動画の指示変わっちゃってるよ。いや、あの、プリクラの話どこ行った？確かに。プリクラは？これさ、落書きするの忘れてさ、忘れてるよ、絶対。あ、まあそうっすね、絶対そうやろ。で、分かんなかった、そもそも概念が分からなかった。確かに、ほんまに、あ、ほんまに、あ、ほんまに、あ、ほんまに、撮るために400円なんも、何もコメントがなかった。だってしょうがないじゃないか、それはやばいって。だってしょうがないじゃないか。BGM が聞こえるカッターは聞こえないか、聞こえたらコメントしてください。何、後ろに 3DS 置いて、もう音声入れてるだけです。これ誰、
心ちゃん嘘じゃねえ、本当に分かんないっす。下の真ん中のやつ本当に分かんないっすよ。心ちゃん、はい、ということですね、ここで補足って言ったらあれなんですけど、私みたいにあれ畑の心が誰なのか分からないという方に、まあ、ちょっと本当にちょっとだけだよ、もしかしたらほんのちょっとだけか分かんないけど、畑の心が何なのかっていうのをちょっとね説明したいなと思います。まあ、ちょっとピクシブさんを参考にしていただいてるんですが、東方プロジェクト第 13.5 弾の東方神秘録及び 14.5 弾の東方神秘録に登場するキャラクターで、神秘録のラスボス、それ以降も原作品をはじめとして各書籍作品などにも登場してると。多分これゆっくりねやつもあると思うんだよね。多数の面を周りに、ね、浮かべた少女で、これらの面は彼女の感情を司って破った念によってその性格を様々に性格が様々に変化するっていう感じですね。っていう感じですね。っていう感じですねって言い過ぎだろ。今のですよね。今流れてるの王室のエモーションっていう曲なんですよね。はい、すいませんでした。続きどうぞ。他は知ってるんだけど。あまあ、メインのキャラクターではなかったような気がする。まあ一作ぐらいでしたからね。カットします。あれカットしました。あ、急に切れたから。結局強引に、マッチ、はい、強引に、マッチじゃないですね。あー足しか、おー悟り、うわあ、サトリー、別の、別のところでどうも、推しですよ、友達かなと電話がかかってくると思う。レジさんの推しが出たのよ。ちょっと待って、はい、またカット。ちょっと友達の家には行ってないんですけど。なんか外と届いてるけど。 BGM のつもりがね、もう 3DS でやってることバラバラですもんね。お前何してるの。何時間ぐらい経ったんですけど、ちょっと友達から連絡が来なくて、結局ここで撮影することになりました。あ、はい、ここがなんか来てんのかな。急なドアップやめてほしい。もう昔の動画って言ったらね、ツッコミどころがワンダーって言ってたやろ。レイムで隠しても意味ねえ。どんな感じになってるのかなって。何のレロ。ってのこれ、はい、皮むけたんだよ。知らねえ、怒らないで。知らねえ、知らねえ、聞こえない。仮面変身、仮面ライダー、行け。なんで、何なんだろう、何なんだろう、こいつ王様へ。これだ、モリヤ、見たことある。何もかもが見たことあるわ。あれ欲しいの、今で言ってるから。何それ、何言おうとした今。え、あ、終わり終わり、知らった。あと1個は終わり、え、名古屋、え、終わり、え、何なんこいつ、何なんこいつ。急に終わったけど。一体何があったんだ。消された大丈夫。あと何しよっかね。これにしようかな。父さんの実家で撮った動画でございます。はい、何が、うわ、声高い。神鍋での、あ、妹ですよ。神鍋での動画っていうね、言っちゃったよ。もう知らん、俺は知らんぞ。俺は知らんぞ、俺が悪いんだからな。俺は知らんぞ。できるわけないじゃないですか。あれ、え、ちょっと待ってください。子供向けの動画ってなってます、勝手に。余計なことしやったな、俺ら。似てんの、似てんのじゃない、面白い。はい、ということで、最後カンナベでの動画かっこ子供向け番組にされました。それで YouTube さん、なんとかしてください。それでは、いきます。次が、竹色さんはどこにいるでしょうか。
この部屋の中にいるんですね。どこだと思いますか？あ、足が見えました。手で足をかかえてみたいなんで赤い服のパジャマですね、これは。あ、僕このパジャマ持ってました。どこで、どこでそんな部屋の中のソファーの後ろに分かっとる。なんか腹が小6ですよ。小6ですよ。ちょっと待って、整えてるっていうねこの頃はねこの頃は個人情報ばらさんです。はい、どうもこんにちは、タケロ番組のタケロです。はじめ方の方は、はじめまして、タケロ番組のタケロです。キャーッ、どうした、ガイアゴール、ガイアゴール。今回は神田めぐみに来たという動画を撮っています。前回の仕掛け動画でやったんですけど、神田めで動画撮ってるっていうことはこのことです。じゃがりこのニュー、チーズです。もうシーザーサラダこの動画味で何を届けたいのこれは。まあ、わかんないです。はい、こっちはあれやね、ジャガバターとジャガリコ食ってる動画、これ。はい、こういうわけでですね、いろいろと動画するのですがね、まあしばらく神田めにいるとね、アップロードができない状態です。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。アップロードが遅くなりますが、そこはこれ何気ながら喋ってんのに、いやよかったね、おいしい、お知らせコーナー、出来上がりない。まあ俺自身だからいいですけど、今回もご視聴ありがとうございました。あとは何が入ってるの、終わんの、早くない、終わんの。今回もご視聴ありがとうございました。おまけに早すぎ、聞いてるのが人の話、聞いてるのが人の話、ブスでしょ。見せなくていいから、ここなるほど、今日うまい棒紹介動画になってるけど日本、それは子供向けにされるわ、こんな動画。かわいそうに、わさび、わさびじゃない、たこ焼き、つまり、子供向け、たこ焼き、これな、なんか出てる、わさびのり、どラムネ、なんか子供向けにされた動画があった。全然、そのお菓子とか何も売ってないのに、それがここの10秒ぐらいのほんまにミニ動画で子供向けされたことあるのに、コンポタージュ、見えてない、見えてなかったよ。めっちゃあるやん、お菓子アルフォー、全部ばあちゃんが買ってきたやつですけどね美味しいですよね。あ、終わった。ちょっとこれちょっともうどうしようかな、後で見ましょうかということで今回は以上です。先輩の願い叶えました。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。